やばい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 ジャンプ2001年46号式いやーやばかった今週は、ね、いやもうほんまにやばかったどうなるのルフィねえもうやばい本当にやばいやばーちょっとねテニプリもアクツがいやそうやねこれヒカゴもサイ帰ってくるんかなっていういやどうなってんのかないやほんまにすごい展開ですよナルトもねすごいですよね今週もやっていきますか、はい、はい。第203話ワニっぽい。おーいいですね。ワニっぽい。ワニっぽいね。ね、もう200話超えてる、はいね。すごいよ。すごいよね。こんな長く続くと、ね。いやほんまにほんまに。そう。え、これどういうこと？その扉へ。はい、ね、オクトパコに振られちゃってるわけですよね、これ。オクトパコ。いやー、悪い女ですね。悪い女。ね、こんな物捨ててね、タコの。そうだね。タクちゃんなんかもう二度と再登場せえへんと思ってる。いや、ほんまにほんまに。見納めスペシャルです。扉へでね。まず1ページめくりまして、はい、表した宮殿からなんですけど、はい、動かないルフィということで大丈夫？そう、そうなんよ。倒れちゃったからね、ルフィがね。そう、これ前回どうなったんですか、これ。前回クロコダイルにね、こうやってやられて、で、その後ロビンにふえい助けられた感じですけど、うん、そっからだいぶ経ってる気が。経ってるけど。あ、そうでしたっけ、うんうん、あ、ちょっと記憶が混濁が見られますね。スナーじゃないんで。はいはい、確かに確かに。選手読みましたちゃんと。あ、読んだ読んだ。あの、クロコダイル戦ったとこね。うんうんうん、そうそう水飲んでましたよね、はい、あそう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 、うん、だいぶ後だよ、それよりも後だ田重に道案内してもらって あっちですって言ってその後に、うんうん、ギリギリこのね、うん、お墓のところでルフィこう倒れちゃった、ね、あーそう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 だそうだ血流しすぎちゃった忘れてた忘れてたあそう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 だね週間すぐ忘れちゃうから、ね、週間だからねいろいろあったからねこの週間ねあのですね今週もストーリーをなぞっていきながら考察をねちょっとしていこうと思うんですよはいボーネグリフねいやすごいねしっかりしたのがありましたねありましたねこれ、はい、他にはもうないのって言われてるけどさすが国家機密だ知らなきゃ見つからねえなこりゃという、ね、これまあこの答えはね悲願が叶って見つけるんですけどもこんな感じなんだよねポーネグリフってね、うん、ねえ、ね、どうでかい石やってんなでかい石めちゃめちゃでかいですね、ねえ、うん、もう何書いてるのかマジ気になりますけど ね、 ね、うん、気になるさあ読んでみせろポーネグリフとやらをで、なんか読むよ、ちょっと、はいはいはい、カヒラによるアラバスタ征服、うん、これが天暦239年、うん、260年テイマーのビティン朝を支配、うん、305年エルマルにタフ大聖堂完成、うん、325年オルテアの英雄マムルデが、うん、おいおいおい待て待て、うん、俺たちが知りたいそんなことかいこの国の歴史など知ったこっちゃねえこの土地に眠る世界最悪の軍事力のありかをさっさと教えろどうここもなんか気になりますけどね、うん、カヒラって誰とかさ、ねうん、全然知らん単語ばっか出てきたからさ、うん、もしかしたら今後の物語ですごい重要な存在になってるかもしれないですね。もちろんで、この天暦とかね、歴もここで出てますから、うん、これが今後にね、関わってくるのかですよね、うん、すごいよね、うん、多分カヒラって、うん、ラスボスかもしれない確かにあなるほどここでさらっとやっぱ出しとくって名前を、うんはいはいはい、そう冬島編のね、やっぱドラムロックの伏線すごかったじゃないですか、はいはい、すごかったよあれ最後ね、桜になるそうそうそうだからさらっと出たことが後々みたいな、うん、ただですね、プルトンのことはですね書いてなかったとそうやねんなー、ね、ここには歴史しか記されていないということなんですけど、はいはい今はあれですか、はい、プルトン探してるんでしたっけそう、プルトン探してるそうです、そうですクロコダイルがプルトン欲しくて、うんうん、アラバスタコを乗っ取ろうとしてるなるほどそう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 じゃあこれからの予想していいですかはいはいはいここにはないと思うんですよ他のところあるんじゃないかなみたいななるほどなるほどおー、うんロビンちょっと意味深な感じなんですよねそうなんですよ、うん、もう僕これプルトン、ロビン場所分かったと思うんですよ、ね、あ本当は書いてあるけども、うんはいはい、その歴史的なことしか言ってへんよみたいな実はもう書いてるんですよこれ、うんうん、ここにあるんよここ、うん、これタフ大聖堂これプルトンのある場所、うん、あそうなの、うん、どこタフ大聖堂エルマルにあるタフ大聖堂エルマルエルマルにエルマルってどこアラバスタのこの辺
地図で出ますかね。あ、そう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 、お前は優秀なパートナーだったがここで殺すとしよう。うわやべえこと言ってる。裏切ってやっぱ、いやまさかの展開よね。いやまさかの展開って、ロビンをめっちゃびっくりしてるやん、うん、そう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 、オールサンデーもめっちゃびっくりしてる感じするもんね。おお、そう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 、ね、4年前に結んだ俺たちの協定はここで達成された。 お前が俺に持ちかけた話はこうだ、ホーネグフィのある場所へお前を連れて行けば兵器の情報は俺に譲ると。おー、そういうことだったのね。どんな感じですかね、オールサンデーってねえ、関係というかまだ読めないですよね。結果ルフィ助けてますから。そう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 、砂漠から助けてますから、ね、なんなんだ、どういうこと。バロックワークス社におけるこの4年間のお前の働きは頭脳、指揮力ともに優れたものだった。俺にとってそれだけで十分お前は利用価値のある女だという、うん、だが俺はお前に怒りなど感じて、なぜわかるか、ニコロビン。ということはなんかやっぱ嘘をついてるということで、うん、クロコダイルはその気づいているのかな、そんな気もしますけどね。どうなんやろ、うん、でなんか取り出したいけど、水水、はい、投げた、投げました。水をかぶればナイフも刺さるんでしょうということで、もうちょい水の量を持っといてもよかったと思うけどね、バレちゃうから。ああ、なるほどなるほど、ナイフで刺したぐらいじゃどうなんていう、俺もそう思ったよね、けどね、でもまあうまくいかず、すべてを許そうニコロビン、うわぁ花から誰一人信用しちゃいねえからさ、なんか過去にあったんかな。ああ、なるほど、どういうこと、裏切られちゃった。いや、なんか裏切られた過去があるみたいな。ああ、なるほどね、そうそうそう、コルトンが実在することはコブラの反応でも分かってきた、うん、こんなものに頼らずとも自力で探すさ、この国が手に入れば時間の問題だと、うん、すごいね、うん、頭いいんすね、うん、ねえ、そんなプルトンってすごいわね。ねえ、うん、プルトン早見たいわ、ね、もうそろそろ出るんじゃないですか。うん、出そう、ね、あ出そう、だってここでプルトン来週とか、あ出ますね、出るかもしれない、来週出るかもしれない、ここにあるかもしれない、そうそうそう、うん、ありがとうだ、広場の保険はまだ早いぞ。大したことない、この地下聖殿は小さな柱一本抜くだけで全て重心がずれ崩壊する仕組みになっている。お前たちは私とここで死ぬのだ。ネフェルタリ家第12代国王の名においてお前ごときにこの砂の国はやれんな。かっこいい、かっこいいやん、ほんま、かっこいいよ、王様の鏡だな。俺を道連れに生き埋めになろうというのがこの国のために、だが俺は殺せん、全ての岩盤を砂に変えて俺は脱出できる、そんなことできるの、ガーラみたいな感じですね、うん、あ、ほんま、ちょうどね、ナルトで今週ガーラ出てたから、あと3分を切ったぞ。この聖殿の崩壊と広場の大爆発で邪魔者どもは全て一瞬にして消失する。大爆発ってめっちゃエグくない？いや、ほんまに上ね、みんな麦わらの一味とかもね、そう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 、いるわけだから、危ないですよね。危ないよ。場面変わってなんかね、時計塔を打つそうですけども、ビビがめちゃめちゃ走ってる。5キロも吹き飛ばせるような大きな大砲、そんなものを置ける場所自体ってどこに隠してんのこれ。いや確かにな、だからビビは分かったっぽいよ。そう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 、どこだと思います。やっぱエルマルの大聖堂ですかね。まあ、荷が重いなおいエルマルの負担でかいな。プルトンもあるし、そうそう、プルトンもあるし、だから両方一緒に出てくる。すげえな、うん、プルトンも壊れちゃうこの前、大丈夫、そうそう、プルトンそれで壊して解決みたいな、はいこれ表した。でもなんかビビが気づけるってことは僕たちも分かるような場所なんじゃないの、あそこだっていう。まあある？どこなんやろね。ここ怪しくないですか？でもやっぱこれ。あっ、これって時計の。時計堂のところ。でもこっちの方が高いよ。これそれ嘘っすよ。ストップのやつ。赤マムシ星なんだよ。赤ヘビ星。赤ヘビ星。はい。マムシ星だ。あれ。そっか。はいはい。あれ？この時計の出してってじゃあこれ伏線だってこと？あ、可能性あります。いやいやいや、時間言うてるだけでしょ。あ、そうなの、さすがに、さすがになんか安直すぎるか、うん、時計塔にっていうの、うん、ない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 、うん、1ミリたちもこの呪しみたいのでこう分かって向かうんですけど、うんうんうん、ルフィ行くのかな、地下。これでワニっぽいって感じるん、やばいけどな、うんね、ワニっぽいって何これ、どういう、ね、気配を感じる能力とか。そう、ありえますね、やっぱルフィはいろいろね。なるほど、うん、まだワニっぽいってどういうことやろ。もしくはもう全然違う階段でほんまのワニおるみたいなね、バナナワニみたいなやつがまたおるみたいな、うんうん、でもなんかめちゃめちゃドラクエの階段っぽいか。確かに確かに、うん、ザッザッザッって言います。そう、ザッ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 ザタイプの階段、ザッザッザタイプの階段、うん、以上が今回の203話なんですけども、うん、はいはい、どうですかこの後の展開予想として。ルフィがあの階段下って、まあ、クロコダイルのとこにはね、うんうん、まあ行くんだろうけど、うんうん、ただでも水ないですからね。そうだ、そうやろ、水がないんですよ、戦うんだ、これで戦うまた負けちゃうって展開もちろんあるかもしれないんだけど、うん、今まで串刺しにされて、はいはいはい、であと干からびさせられて、うん、でその時干からびた時は水ルフィになって、うん、この間やりましたけど、うん、で水があったら攻撃できる、うん、だからないのよ水、ない、もう一回水持ってけばいい、水じゃあこの後汲みに行く展開、うん、ワニっぽいの気づいて水を一回汲みに行ってもう一回水ルフィで行く、うん、なるほど、あるかもしれない、ありえそう、てかもう多分アラバスタもね、
終盤なんですよ多分ね、うん、いよいよじゃないですかって、はいはい、こんだけボスに負けたことないんで、うん、今までの時期が、うん、ないよ、2回負けてるからね、そう、うん、多分次こそはと思ってるんですけど、はいはい、アラバスタ編ってどうなって終わったら一番盛り上がるのかな、あー、そうさ、クロコダイル倒せると思います？強いからね、まあ、でも倒すでしょう、倒す、倒すと思う、くれるとは思うけど、やっぱ進まないから倒さないと、はいはい、ビビどう思います？ビビ、うん、いや、仲間になると、仲間でしょ、もう仲間になるから、うんうんうん、国どうする、置いてく、え、置いてく、僕らおるからええやん、あ、なるほど、うん、俺は、講座が代わりを務めるんだかなと思ってる、あー、すげえ国を持ってるから、はい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 、うん、まあでもそういう方がいいんじゃないですか、なるほど、そうそうそう、なんかビビ仲間になりそうな感じしてんもんな、さすがにこれは仲間、ねえ、仲間でいいですか、これは仲間っす、はい、認定です、じゃあこれクロコダイル、これ最後どういう技で倒すの、僕はね、これね、一つ見つけて持てるんですよ、何を見つけたんですか、やっぱ水が必要じゃないですか、はいはい、今ね、水を汲みに行ってる人がおるんですよ、誰、エース、え、戻ってくる、そう、エースが、そう、別れたと思ってやってくるんよ、なるほど、車検が水汲み行くってなんかどういうことですか、確かに、いやいや、でもやっぱりルフィのピンチにはまだ来てくれるんちゃうんかなみたいな、あーなるほどね、そうそうそう、フラッと消えたよ、なんかよくわからん紙だけ渡して、うん、そうね、なんやこれみたいな、うんうん、このね、のろしをあげましてやんか、はい、で、ここでムゲラの一味がおって言って気づいてるんですけど、うん、一人ちょっと意味深な駒があるんですよ、ほう、はいはい、ここなんですよね、これ誰でしたっけ、これ何だろう、ペあ、ペルですね、ペルだ、ペル、そうだそうだ、ペル、ペルっていうキャラが出てくるんですけど、うん、これだけなぜか、あ、ペルだけがこう出ちゃって、うんうん、なんかあるのかな、なんもないんちゃう、クリアかな、え、飛んでるだけ、守護神ということなんですけど、あ、そう、なんか守護神守ってくるんじゃないですか、うん、なんか関係ですんのかな、はい、うん、そう、うん、ここだったらなんか別に違うキャラでもよかったじゃないですか、まあまあ確かに、はい、で、あえてペル、うん、おー、どうなんやろな、このペル何しに来てるんだろうな、うん、だってもう今からクロコダイルとか行っても遅い、うん、遅いよね、うん、何か書いてることは俺はね、小田先生の伏線味を感じちゃうんですけど、違いますか、分からへんな、ありえない、うん、なるほど、うん、でもこれ爆弾のありかがめちゃくちゃ気なんだよな、気になりますね、うん、だってビビは分かってるからさ、どうにかならへんでしょ、多分ビビだけが言っても、うん、まあ、確かにな、うん、多分爆弾守ってる人もいますもんね、そうだ、爆弾守りみたいな、そうそう、集合みたいな、そうそう、それはね、ボマーがやっぱ話題やから、あ、ハンターハンターでも、そうね、だからボマーが多分ワンピースでもおると思う、あ、もう俺、ね、うん、ハンターハンター読んでへんのよね、読んでへんの、うん、読んでへん、すいませんね、うん、誘惑で止まってんのよ、あー、うん、まあでも耳寄り情報としては、うん、実はこのワンピース小田先生のこれ最初読み切り投稿した時に審査員務めたのが富樫さんなんよ、あ、だから2人めちゃくちゃ仲いいから、はいはい、なんかこういう展開とか2回やってくる可能性があるわ、なるほど、ボンバーがいるっていうこと、いや、いる、ボンバー、でもミスター5いましたけどね、ボンバーが、あー、じゃあもう1回あいつ出てくるわ、あ、爆弾のところにミスター5いるんだ、そうそう、うわ、またお前かみたいな、あ、これですわ、つながりましたね、つながりました、これ、キーワードめっちゃあるんですか、ブルトンとか、この子が倒すビビ仲間になる爆弾どこにあるんですか、そうや、今週もやばかったけど、うん、この後どうなるのかちょっともう待ってない、いや、気になりますね、一応来週は救済じゃないということで、もうワンピース救済少ないですからね、もう気になるわ、まあ、気になると言ったらこの前さ、開演した USJ あるやん、おーおー、ユニバーサルスタジオジャパン、はいはい、UFJ ね、 UFJ?USJ か、あ、USJ、はいはいはい、それなんか俺の友達もなんか間違ったから、あー、なんかうちの親なんか家いないなと思ったらさ、うん、実家の静岡ね、うん、急になんか USJ 行ってくるっつって、なんか、USJ でなんかハムナプトラ乗ってるっていう連絡をもらった、行ってみたいわー、ユニバーサルスタジオ行ってみたい、どうすか、面白かったよ今週も、うん、今度皆さんどういう展開予想されますか、うんうん、そうっすね、ね、この後ね、全く予想がつかないんだよな、いや、そうなんだよな、そう、何してくるんだろうって、俺もうルフィちょっと今回語れへんのんちゃうかなと、いやー、まあ確かにな、鍵詰
明もね、なんかあるかもしれないですけど、ね、そうだ、もしかするとあれで一回刺してるんですけど、うんうん、まあ、あそこになんかで、ね、武器隠してみたいな、うん、えぇ、ー、仕込み武器みたいな、そうそうそう、あそこやっぱ隠せるんで、そうか、あ、まあ、あるかもしれないです、ね、なんで鍵爪になったかも謎ですからね、あ、そうそう、あ、そのなんかクロコダイルの過去編も描かれるんじゃない、確かに、ここの傷とかも結局わからんしね、わかんない、そうなんだ、わかんないですね、クロコダイルの過去編やったらこれから突入するのかな、なるほど、確かにな、やりげるな、ね、もしかしたらな、海賊王とかと戦ってるかもしれんもんな、うん、そういうのありえる、ね、ありえますよね、昔だからロジャーと戦って負けたトラウマでなんかその兵器が必要だよと思ってるからね、確かにそうやな、うん、まあでもね、ちょっとルフィね、今年の阪神張りに負けっぱなしなんでね、あー、もう阪神は最下位、あ、もう最下位、うん、ヤクルトが優勝したから、うん、最悪や、ほんまに、あれ？でも今日あれですね、なんか T シャツはなんかワンピースで来るって言ったけど、なんかあれ、あれ、どうしたの、いや、じゃあ一応なんかあれかなと思って、うん、隠した方がいいかなって、一応、そうなんです、スポンサーの関係だね、あ、そう、なんかやっぱりちょっと、あ、一応念のため、ちょっと念のためちょっとあれだったね、はいはいはい、ようやくピッチからストレートの携帯電話買ったとこなんで、もう、あ、もう携帯持ってるんですか、持って持った、やば、うん、もう金持ちや、僕もです、ええー、金持ちや、実は、うわ、やば、怖、ムーバー、ムーバーね、ムーバー、あー、はい、あー、いいよね、やっぱりね、僕、ジェイフォンなんで、今ジェイフォンですか、俺、英雄だ、英雄ないかな、何でしたっけ、 AU じゃなくて KDDI かな、 KDDI だっけ、 C メールね、 C メールね、あ、 C メールね、やっぱ使いやすい、 C メールね、使いやすい、 C メール、シンプルシリーズも何買おうかな、これ面白いですよね、シンプルシリーズ、面白い、プレステでやっぱりね、プレステ派なんですね、プレステ、うん、え、何、ゲームボーイカラー、ああ、ね、金銀やってるよ、ああ、もう変わってるよ、あ、プレイステーションに対してゲームボーイカラーというのが対応おかしい、いやいや、もうちょっとお金ないから、え、そう、買えないからいっぱい、あ、そうなんだ、そうなんだ、1個持ってたら十分だから、うん、あ、なるほど、うん、やっぱプレステだったらね、グラボトもあるしね、クラッシュバンディクとかね、あ、そうや、面白い、クラッシュバンディク面白いよね、あれ ね、いや、ね、ハンターハンターやもうかな、うん、面白いですか、ハンターハンターおもろい、へ、うん、読みますね、おお、ハンターハンター絶対おもろいよ、ワンピース好きだったら、うん、やっぱ同じぐらいの連載機会やし、うん、あー、なるほどね、そう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 、うん、はい、というわけで今週のジャンプ界いかがでしたでしょうか、はい、今週もね、もうめちゃくちゃ熱い展開やったんやけど、うん、まあ、この後もうどうなるかとか、皆さんもしよかったらね、コメント欄に考察、はい、感想などお待ちしております、はい、僕たち月曜日は毎週、ワンピースが掲載されてる時には考察レビューからお送りしますので、それ楽しみにとしてぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いします、お願いします、お願いします、海賊団さんのこのチャンネルも僕たち出てますので、はい、ぜひね、概要欄にリンク貼ってますんでね、はい、はい、ぜひ見に行ってください、お願いします、はい、今日どうですか、最後感想を、ルフィ買ってくれ、買ってくれ、ほんとに買ってくれ、ほんとに頼むぞ、そんな感じで応援します、はい、というわけで、はい、はい、M マックフライって感じでしたね、どういうことですか、え、バックトゥーザフューチャー知らない、あ、知ってますよ、はい、それでは、ね、See you Bye、 本日も動画を見てくださってありがとうございました、溢れ出る感情、チャンネル登録、もっと見たいな、高評価、みんなの元気を分けてください、強いメロディーで眠ってるのに、僕はロリネス、いや、そうじゃない、間違ってなんかない、あの境界線